らの書き応えのあるところに指定袋ってありますね。ここ。トラは特にひげのところにしましまが重なります。そしてひげの毛根みたいなも点々と見えます。均等に毛根がありますが、ひげ袋のカーブに沿って距離の幅を意識して描いていきます。全体を描いた後にもう一度口の周りを描いていきます。ぐりぐりとペンのタッチで毛並みも表現できるんです。ほんとでかい猫ですね。